どんな10年どんな10年でしたか、山田さん。山あり谷ありの10年2人ではやっぱり 3WA タッグをずっと、ね、持ってた時期が一番なんか思い出に残ってるっていうか。そうですね。そうですね。そう。なんかすごいそういうなんだろう、チャンスがそういう巡ってきた時とかに怪我してマミに迷惑かけちゃったりとかそういうこともあったからやっぱ。そうですね。やっぱ。ね、あの CWA タッグを持ってた時の前線の時の勢いで2人で今日は頑張ろうと思います。おばちゃんパワーそうですね。やっぱ4人でこういう試合を組んでもらえるってことはすごいね、すごいことだから、4人残ってるってこともすごいことだから、やっぱ今日は本当に今年のベストバウトを狙って頑張りたいと思います。そうですね。もう自分たちが頑張ってきた10年間を全てこの試合で出せたらなと思うんで、一生懸命みんなで頑張りたいと思います。はい、頑張りたいと思います。10年、まあいろんなことあって、そうですね、だけど4人だったからやってこれたっていう面があるんで、1人でも欠けてたら私も欠けちゃったかなっていう面もあったんで、10周年、自分自身 10年もできると思ってなかったのですごく嬉しいです。えっちゃんと同じ10周年を迎えられて、10周年10周年って騒いでるのは私たちだけかもしれないんですけど、まあ、一つのことを10年やり続けることはすごいことだということで大変嬉しく思います超嬉しいそう、本当に意識せず、まあそうですね、あの頃を振り返りつつ今後につなげていきたいと思います。はい、すごく嬉しいです。頑張ります。自分たちのペースに持ってって、それであの二人には勝ったことないんで必ずホールを取りたいと思います。そうですね、勝ったことないんで、また新たに組み直した時にその何かが違いが出てるといいんで、それを絶対勝ちにつなげたいと思います。それでは試合に先立ちまして、62年組デビュー10周年記念セレモニーを行います。それでは、ファンを代表いたしまして、お子さんより花束の贈呈でございます。斉藤ひなちゃんより、豊田真奈美選手に花束の贈呈でございます。ファンを代表いたしまして、斉藤ひなちゃんより本日試合を受けましまして、花束の贈呈でございます。それでは続きまして表彰に移ります。まずはじめは全日本女子プロレス協会上田真嗣コミッショナーより表彰状の授与でございます。表彰状、豊田真奈美殿、あなたは昭和62年8月5日後楽園ホールでデビュー、今年選手生活10周年を迎えられました。その間全日本オールパシフィック IWA 世界女子 UWA 世界タッグの王座を獲得したほか、ジャパングランプリ2度優勝、タッグザベスト93優勝、95年全日本女子プロレス大賞を受賞、現在 3WA 世界シングル5タッグの2冠王として活躍されています。ここに10周年を祝いし、表彰状を送り、その栄誉を訴えます。平成8年1月4日全日本女子プロレス協会コミッショナー、私になる。表彰状、山田敏夫殿、デビューは昭和62年7月27日埼玉県本庄市民体育館です。おめでとう。表彰状、下田美丸殿、昭和62年8月5日後楽園ホールでデビューです。三田悦子殿、昭和62年8月5日後楽園ホールのデビューです。おめでとうございます。以上で表彰状の授与を終了します。
続きまして、各マスコミ各社より、記念品の贈呈となります。まずはじめは、週刊ゴング編集長小佐野景弘様より記念パネルの贈呈でございます。週刊ゴング編集長小佐野景弘様より記念パネルの贈呈でございます。続きまして、週刊ファイト編集部赤平隆様より、ちょうどオリンピックシーズンアトランタオリンピックミッションで金メダルの授与でございます。デイリースポーツ社宮本久夫様より記念カップの贈呈でございます。デイリースポーツ社様よりは記念カップが贈呈されました。デイリースポーツ社宮本久夫様より記念カップの贈呈でございました。続きましては、週刊プロレス、そして週刊チョークプロレス、合同での記念品贈呈でございます。記念品贈呈は、週刊チョークプロレスパーソナリティ鳥井実香様より記念品の贈呈でございます。放送様より、日本放送企画開発部副部長藤原隆一郎様より記念品の贈呈でございます。日本放送の記念品はサザビーのナイロンバッグ、そしてアニエス A の T シャツ、このセットをそれぞれ色もいろいろ違っているそうでございます。篠田選手が本当に嬉しそうな感じですね。はい、そして、株式会社竹書房様よりは、記念品、そして花束の贈呈でございます。竹書房第三編集部編集長大島裕二様より、まずは、この度写真集が発売されました下田美誠選手のパネルでございます。下田選手、ちょっとパネルを見せてください。すごいです、すごい写真です。そして、豊田選手と下田選手に花束でございます。竹書房大島裕二様でございました。そして、本日、この場に、所要がございまして来れなかった方より、祝電が届いておりますので読みしましょう。62年組とは親交の深い方よりのメッセージでございます。私が代読させていただきます。62年組様、10周年誠におめでとうございます。皆様と JWP の対抗戦はいずれも女子プロレスに残る名勝負ばかりであると自分は信じています。女子プロレスの王道全日本女子プロレスの10年選手として、これからも皆様が素晴らしい試合を提供してくださることを期待しております。それから三田さんと下田さん、もういい大人なんだから、これからは人の良いおじさんをいじめて面白がるようなことはしないようにしましょう。JWP 女子プロレス代表山本かっこ下田さんの写真集見たよ正俊様よりお越しくれてございました。
それでは、全日本女子プロレスの、選手代表いたしまして花束の贈呈となります。花束贈呈は井上貴子選手、井上京子選手、吉田真理子選手、伊藤薫選手、各選手より花束の贈呈でございます。あ、これは高そうな花ですね。実費ですか、これは。高いですね。素晴らしい。はい、花束の贈呈でございました。それでは、それではここで、4選手に一言ずつご挨拶をしていただきたいということで、簡単で、聞いてないとか言わないように、はい、お客さんの方を見て言いましょうか。はい、あ、そうですね、どうしましょうか。向きがさっずっとお尻向けてたんで、こっち行きましょうか。はい、それでは結構端から行っていいですか。はい、じゃあ山田選手から一言ご挨拶お願いします。本当に皆さんありがとうございます。これで10周年を迎えられたのも、やっぱり皆さんファンの人がいたおかげなので、今日は4人でメインを張ることができたことをすごく誇りに思っています。今日は最後まで応援していってください。はい、続いて豊田選手、後にした方がいいですか。いいですか。はい、それでは皆さんどうもありがとうございます。今年10周年が迎えられたのも、皆さんのが応援してくれたおかげなんで、これからも20周年とまでは言わないですけど、一生懸命引退するまで頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、それでは下田さん。ありがとうございます。これからも頑張ります。はい、完璧でございます。最後に三田選手、どうぞ。自分でも10周年を迎えられると思ってなかったんで、本当にすごく嬉しいです。これも、ファンの方々と、あと、同期がいてくれたからだと思っています。これからも頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。はい、それでは4選手、10周年しまして、ファンの方よろしいですか。よろしいですね。はい、10周年おめでとうございます。ちょっとは写真撮影を、すいません。お待たせいたしました。それでは本日のメインイベント、62年組デビュー10周年記念試合タッグマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー165パンス三田悦子、同じく 3WA 世界タッグチャンピオン145パンス下田美馬、アルコーナー150パンス山田敏彦、同じくフリーランコースピーダブル世界シングル並びにタッグチャンピオン150パンス豊田ボブ矢沢、
しょ。10周年ってね、こういう最初10周年記念のセレモニーとかやってもらって、でお客さんから見たら仲良くやってますっていうような感じに見られ
いますよね。だからそういうね、試合とかでも仲良くやってますっていうような感じには絶対したくなかったから、もう自分たちを精一杯、ね、仲悪いのね。うん、仲悪い。仲悪いから、うん、今年一杯だけではあるから。今年は10周年だから仲良い。今度は妙だよ。10周年だよね。多分考えないと。でも、うわ、やばい。そうやって仲良くやってますっていうのは絶対見せたくなかったから。4人で10周年ありがとうって言ったらすごい嬉しい。今の率直おめでとうございました。お疲れ様でした。来年で、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 良いお年を。これは率直な、本当に今の自分の気持ちです。すごい可愛いですよ。あとはですね、やっぱりこの2人がなんか勝てない、私たちは勝てないなって、まあ、でもまだこれからね、もしこういう組む機会があってあったとしたら、この二人で戦えた時があったら勝ちたいし、やっぱまだまだこれから先いろんな自分に対してやらなきゃいけないことが残ってると思うんで、まあこの二人に勝つこともそうですけど、だからですね、またこれからも考えるとして、やっぱ本当に4人で10周年できたのですごい嬉しいです。万歳。同期にも感謝です。万歳。はい、万歳。島田選手、でもなんか私が試合ちょっといまいちもうセレモニーでなんか力を使い尽くしちゃったっていうか、でも汗だらだらだった。試合になったら帰って緊張しちゃって、お客さんがどう受け止めるんだろうとか余計なこと考えちゃって、ちょっと本当良くなかったんですけど、まあねえ、やっぱりえっちゃんも言った通り、ヤーマさんとマミ、私たちの前だと大きいですね、本当に。なんか本当にすごい、すごいいい緊張感が今日すごいあって、それがうまく出せればよかったんですけど、うん、やっぱり必死にやってた、今も必死にやってますけど、あの本当に落ちこぼれ落ちこぼれって言われて、えちゃんと必死にヤマさんの涙を追っかけた時に、でも取り戻せたかなって、うん、楽しかったです。なんか、あの頃思い出すってじゃないですけど、でもやっぱりあの頃とは違ってんですけど、スリダベタックをずっとね、やったらね、オブタックでもう一度とか言って、結局できなかったから、で結局、組み合わせは違うけど、また次に、ね、できるから、そういうのもやっぱ、今日にしろ、インドにしろ、メインで4人でできるってことが、すごく大じゃないですか。3人だったらできないし、2人だったらまあシングルマッチですけど、こう4人ではないから、これはやっぱり、今日はちょっと、次のベストバンドを狙って、今日はちょっと、次はベストバンドを狙って。